え、まずはじめにホクラポ、最近のラインナップだと思うんですが、今日のバイトパニック X はどの位置に？そうですね、やっぱり EX オーカバーというのもあるので、 DNA コイルとロックイットのちょうど間ぐらいですね。はい、わかりました。続いて石原プロ、はい、最近は1年に1回バイトみたいな状態なので、はいはい、まあ、ちょっと間が空いてるところもあるんですが、今日のバイトパニック X はどの位置に？そうですね、 EX のパル一番、まあ、チャートでいうと EXO 一番強いんですけども、はい、まあ、体感でちょっと感じるのとチャートで感じるのはちょっと違うかもしれないんですけども、うん、まあ、チャートでいけば一番上になりますね、この位置。体感は、体感でいうと、そうですね、僕はこの辺に感じてくると思うんですけども。なるほど、中間ぐらいのイメージはあるかな。はい、わかりました、はい、7月のバイト、今回はウルトラバイトをイメージして作りました。バイトパニック X、 投球するはホクラプロ、石原明夫プロにお願いいたします。ではどうぞ。皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。今回はですね、ウニックスボールさんをお借りしまして、ウニックスボールさんって言ったらこの顔でしょう。ホクラプロをね、ゲストにお呼びしまして、まあ今日ホクラプロ、石原プロに投球していたボール、バイトの新しいバイトパニック X、 なんかもうパニックになっちゃうか、もう X になっちゃうわみたいなね、まあどっちなんだよっていうようなボールに乗って、そこを突っ込まないでくださいね。素材的には EXO R と、で今回も G2 コアということなんですけど、正直これ目指したのはウルトラバイトとかね、そっちの系統を目指したんですね。で今日投球していたコンディション46フィート、まあ、気持ちちょっと薄いくなったかなと。でお二人のレイアウト、ホクラプロのレイアウトっていうのはやっぱりバックエンド重視にレイアウト、それから石原プロのレイアウトっていうのは玉なりに一番強いと、こういうレイアウトだったんですが、今日投球したイメージはこんな感じでした。ホクラプロ、はい、やっぱりバイトなんで G2 コアすごいいいコアだなっていうのが、まあ、達成認識できたかなと思います。で投げた感じなんですけれども、はい、まあ、僕自身バイト SE であったり、うん、ウルトラバイトがすごい好きだったんですね。で、まあ、投げた感覚、先ほど松屋さんにも言ったんですけど、うん、ウルトラバイトにすごい近い感じがしました。まあ、バックエンドリアクションもしっかり出ますし、うん、転がりはやっぱ G2 コアにしっかり転がってくれる、うん、で EXO パールになって何が良かったか、うん、ピンアクションがもっと良くなったなっていう感じが私は感じました。なるほどね、まあ、リアクタードロスっていう仕上げのこともあったのかな。石原プロはどんなイメージでした？そうですね、バイトっていうと、まあ、一番強いコア、うん、G2 コアってことで、うん、まあ、数値的にはデルタ RG の58なんで、うん、本来もう少しバックエンド出てもいいかなとイメージがあるんですけど、やっぱり強い分、やっぱりあの RG の強さの方が、うん、なんか転がり要素の方が強くなってるのかなというイメージが実感じてて、うん、まあ、今回 EXO のパールを使ったことによってね、まあ、多分初めてだとは思うんですけど、うん、まあ、そういう面が強いんですけど、やっぱり転がる要素っていうのが強くて、うん、寄っていく、非常にこうもう転がってるなっていうイメージが今回特になんか見える感じがしたんで、うん、まあ、EXO の強いところのファールなんですけども、あんまり滑ることなくね、うん、非常にこう転がりながら寄っていきますよっていうので、僕は逆に、まあ、ストローカーなんで、うん、まあ、非常にアウトサイドを非常にこうタイトにまっすぐ投げるときにね、うん、非常に安定しているような僕は感じました。なるほどね、はい、まあ、確かにお二人が感じている中で G2、まあ、チャート表でも一番強いよっていう表現って一番曲がるよという表現じゃないですね、うん、G2 の場合は正直言ってストームを持ってるコアの中でパワーロスがほとんどない、一番しない、まあ、またやっぱりバックエンド側の方に転がりをすごいこう求める、回転の継続的なパワーロスしないコアが G2 コア、だから曲がる要素曲がらない要素で言ってったらカバーストックにもあるんで、まあ正直言って、横にもっと曲げろって言うんだったらドラムになった方がいいし、どちらかって言ったら
パワーロスさせないっていうのは秘訣に正直なこと言って誰が一番どのタイプが一番有利性があるのか、回転強い人より回転弱い人なんですね。やっぱりこう回転弱い、非回転が弱い人ってパワーロスの原因になるのはやっぱり手前で噛みすぎちゃったり、まあ、継続的にこう転がらない。だけどバックエンド寄りの方になるべく転がるような要素を持ってるっていうのはやっぱりボールの曲がりの角度だとかなんとかっていうのはあんまり出さなくてもこの G2 コアはピンが飛ばす力、パワーロスさせない力が生まれるんで、まあ、非常にそういう人なんか向きじゃないかなと。逆にめちゃめちゃ曲がるよ、先でインサイドで先で合わせるよって人のものが逆にバイトは物足りなく感じるんじゃないか。だからどっちかというと直線的に攻めるタイプの方のボーラーの方が僕なんかは合うんじゃないかなというふうに思いますよね。また質問したいなと思うんですけど、まず最初にね、やっぱこれも石原プロに質問したいかな、あのバイトの G2、はい、まあ、G2 っていうと、まあ、よくチャート表を見ると一番強いですよね、はい、でも特徴ってどれなんですかって、まあ、さっきも私言っちゃったんですけど、はい、デルタ RG とか RG の数値は結構高いじゃないですか、はい、だからまあどちらかといったらカバーストックだとかそういうのでも結構変わるとは思うんですけど、はい、やっぱりバイトっていうのはこういうタイプにあったり自分としてはこういう攻め方をしてほしいなと、はい、こういうコンディションで投げてほしいなっていうのがもしあるとしたら、そうですね、どっちかっていうと高回転でも、うん、例えばその手前の回る方向性によっては、うん、非常に効果的に使えてるボーラーさんもいるんですけど、うん、まあ、それがやっぱり高回転でもタイプの違う人はあんまり使いづらいとかはあったとは思うんですけど、うん、基本的にやっぱりタイプ的には中間ぐらいのタイプのボーラーさんが非常にこうどっしりした動きっていうんですかね、うん、こう重量感のある動きで非常に幅を取らないで安定して転がってピンアクションもそれなりに非常に良くなるので、うん、そういうボーラーさんにぜひ使っていただけたらなというふうには思いますね。ごめんなさい、なんかあんまりどのボーラーなのか僕今聞いててよく分かんなかったんで、まあ、最初はまあ高回転のボーラーでもタイプによってはあまり曲げないっていうか幅を取らない、そうですね、うんうんうん、基本に、うんうんうん、だから僕みたいな例えばソローカーのタイプから中間ぐらいのタイプのボーラーさんっていうのは、なるほどなるほど、どっちかというと非常に使いやすいボールではないかなというふうには思ってます。よくね、石原プロとテストしててバイト投げると重いよねっていうんですよ、ね、重いってなんかね、こうピンアクションがドンとこう重かったりなんか動きが重いっていうかね、なんかかったるいんじゃなくて重い、はい、ずっしりずっしりいってるよ、まあ、なんか戦車がね、こうやっていって動いてるみたいな感じに感じますよね。最後に僕らプロ、はい、僕らプロの質問はね、いろいろ僕らプロも何回も出てもらったんで、まあ、あれなんですけど、まあ、最近でちょっと質問したいなと思うのが、まあ、例えばこれとちょっと変わって AI だとかストームなんかでも、まあ、そうだな、フィリップ・ブロックが今回もついてたアイオンだとか、まあ、いろいろあったり、僕らプロが例えばストーム結構変わり始めましたよ、ロトグリップこう変わり始めましたというのをもし感じるところがあるとしたら、そうですね、やっぱり AI コアってすごいなっていうのを一番感じてます。前の動画でもマーベルマックスキンクだったかな、うん、の時に松屋さんから対象コア、うん、どういう時に使うのって言ったけど、回答にすごい困った覚えがあるんですよ。今回ライトニングブラックアウトであったりサミットを投げた時に、うん、対象コアってピンが倒れないイメージがすごい強かったんですよね、うん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 、でそれが今回 AI コアの対象コアを投げることによって解消されてるなっていうのは私は感じてます、うんうんうん、なので試合にどうしても試合ってやっぱストライク出してスコアを打たなきゃいけないっていうのがあるんで、うん、対象コアを入れないっていう選択肢が多かったんですけれども、うん、逆に対象コアの使いやすい、うん、かつピンも飛んでくれるっていうことで、うん、試合に持ってきやすくなったなっていうのが今感じてます。ってことは単純に増えちゃったら困っちゃうねそうですねじゃあもうプレミアムライン外すのもある、試合に持っていくボールが増えて現地でプレミアムラインは外さない、外さないですあ、単純に増えちゃうんだ、はい、困っちゃったね。試合会場行ってどれをこう下げようかっていうのをよく石原プロで相談することが多くなってますそれはある意味困っちゃった相談だね。なるほどなるほど。最近やっぱりそのストーンも確かに AI コア非常にね、まあ、今回のバイトとはちょっと違うんですが、
僕感じるのはバイト、フィジックス、まあかなり強いよって言われた系統っていうのは本当にね、PX はもともといいから AI にしたらどうなのって僕よく思うんですけど、その差はあんまり感じないと思います、逆に言ったら。ただまあ感じるとしたらメッセンジャーが増えたかなとか、やっぱりこうもっとハイロードだとか、まあマーベルの方のが明らかに飛んだよね、飛ぶよねっていうのを感じる秘訣じゃないかなと。でも試合に持ってくのにボール吹いちゃったら困るね。プロ協会さんこれ見てもっと枠を増やしてください。プロ協会さん見ないか。訴えるもちょっとおかしかったね。まあね、皆さんもね、ボール選択ものすごい動きの問題、動きってのは曲がるとか曲がんないとか、走るとかね、切れるとか、まあその問題、それからピンが飛ぶ飛ばないっていうのはどこの位置に入るのか、自分の中の選択のね、やっぱ一番ピンとボール欲しいんだよって言われたら、まあ私ジャパンオープンの時にフィジックス4種類ぐらい出されて、これよりピンとボールありますかって、ここに並んでるボールでって言われたら、すいません、ピン飛ぶだけだったらこれが一番ですから、って言っちゃったりもするんで、まあまあそれに何を自分が優先するかでね、ボール選択って変わるのかなというふうに思います。まあ、今後もね、僕らプロにもやっぱり注目していただければなというふうに思って、ぜひですね、僕らプロが今日何投げてんのかな、いっぱい揃っちゃったけど今日は何投げてんのかなっていうのもね、一つの皆さん注目度になるんじゃないかなというふうに思います。本当に今日は長い時間お疲れさんでございました。ありがとうございました。皆さん今回の動画も素晴らしい動画になったんじゃないかなというふうに思います。初登場のね、倉田プロも張り切ってもらって、まあ皆さんど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 んの契約プロ、まだ出場されてない方も今後どん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 また取ってきますんで、ぜひ見てほしいなと。で今回ですね、プレゼントコーナーなんですけども、まあ使用したボール一つ、ハイペとスーパーパーという、まあ、走り系が重視。まあ、これは非常に、トーナメントというよりは、センターコンディションだとか、そういうのにものすごい重宝する。それから、今回もう一つ、リブコンの UC3、まあ、トラックスというプレタンボール。こちらの方をプレゼントにさせていただきます。今回の応募方法なんですけども、ハイスポーツで、今、絶賛発売中、この、シャーミー、ハイスポーツのシャーミーは中に板が入っているので油が浸透しない特殊技術を採用しています。またこういったパフボール、アセトリですね、絶賛発売中の、まあするとこれも絶賛発売中、まあ、意外に皆さん知らないなって言われたんで今回紹介したいんですけど、スキンパッチ EX、 それとこちらの方はスキンパッチの中に入っているの別売り会、まあ、こちらの方をぜひ今ご使用されている方が応募条件というふうになっておりますので、ぜひですね皆さんふるってご応募していただければなと。ということで終わりにかと思うと、今回はですね、なんとなんとちょっと大盤振る舞いというか、こちらの皆さん、今、絶賛発売中、アイオン、ぜひ入れたいなというふうに思ってます。で、このアイオンなんですけども、まあ、前回、私たちの方でハイスポーツ感謝祭というのを開きまして、その感謝祭の時に使った試し投げの人用のボール。で、今回はいつも15ポンドなんですけど、今回こちら、ジュニア、それから女性、まあ、こういう方もぜひハイスポーツを応援したいと、こういう願いも込めて、こちらは13ポンド、こちらは14ポンドと、こういう、いつもじゃないような、軽量のやつも用意していますので、ふるってですね、ご応募していただければなと。で、またぜひ、ハイスポーツのアクセサリー関係、普段から使用していただいて、いやハイスポーツのアクセサリー使ってると得になるなという思いも込めて、
お届けしたいんで、ぜひですね、応募ください。ありがとうございました。